日本の領土であるはずの国語、エトロフ、シコタン、歯舞、いわゆる北方領土で、ロシア軍の動きが慌ただしくなっているようです。ウクライナ侵攻とも関係があるのでしょう。それを受けた防衛省は、北海道への電子戦部隊配備を決定しました。今回は、この電子戦部隊ニュースについて見ていきたいと思います。ロシアは、経済封鎖が続いていますから、電子部品などの不足のせいで、兵器開発は無理だと見られています。強国ロシアが追い込まれる時が来たのでしょうか。ちなみに、ニュースというと、某アイドルグループと同じ名前ですが、全くの別物ですからね。念のため。2022年2月、突如、ロシアが、ウクライナへの侵攻を始めました。それから2ヶ月が経ちました。ロシアはウクライナだけを見ているのではないようです。実は、劇的な変化を見せ始めたロシアは、北方領土での軍事演習や、津軽海峡の通過も、頻繁に行っているのです。国際海峡になっているので、津軽海峡を通過すること自体は国際法違反ではありませんが、気持ちの悪いものですよね。そんな中、ロシア軍の動きに対して、北海道への電子戦部隊配備決定について見ていきたいと思います。同時に、ニュースという最新鋭電子戦システムの導入についても調べてみましょう。そういえば、ロシア軍は電子戦に弱いというイメージがついてしまったようですね。2022年4月5日、FNN プライムオンラインが下記のニュースを配信しました。陸上自衛隊北海道東千歳駐屯地に、ネットワーク電子戦システム、ニュース、ネットワーク、エレクトロニック、ウォーフェア、システムを使用する。新しい電子戦部隊を配備することを政府が検討しているというものです。実は、東千歳駐屯地には、1981年、昭和56年から第一電子隊が配置されていて、ニュースも配備済みなのです。陸自は、現在までに、東千歳駐屯地以外にも、留萌、長崎県愛之浦、熊本県県郡、鹿児島県奄美、那覇と知念の各駐屯地及び分屯地に電子戦部隊の配備を完了しています。これらの部隊を2022年3月17日付で陸上総隊直属部隊の電子作戦隊として新たに編成し、本部機能のみを持つ部隊を東京都練馬区の朝霞駐屯地に置くことにしたのです。これらの動きに加えて、2022年度中には、日本海側の、新潟県高田駐屯地、鳥取県米子駐屯地、九州では、中国に対する抑止力として、鹿児島県仙台駐屯地、長崎県対馬駐屯地、そして、日本で、最も台湾に近い沖縄県与那国駐屯地にも、2023年までには、ニュースを配備する予定で作業中とのことです。与那国駐屯地には、移動式警戒管制レーダーを保有する空自移動警戒隊が交代制で配置されていますが、2022年からは常駐化させることになっています。言うまでもなく、中国本土方面から飛来する中国軍機などに対するスクランブル発進などの対応のための配備です。現在、ネットワーク電子戦システムは、陸上自衛隊が主となって整備を進めていますが、内容的には、これまでの電子戦システムの後継として、防衛装備庁旧技術研究本部が開発し、三菱電機と NEC が共同制作している電子戦システムを指しています。電波の収集、分析を行うと同時に、相手方の通信電子活動をジャミングして、味方の作戦遂行を有利に進めるための電磁波システムなのです。
このニュースの導入以前の陸自の電子戦システムは、30年以上前の東西冷戦時代に開発、装備されていたものですが、旧ソ連の崩壊、1991年による東西冷戦終結後の世界的軍縮傾向に合わせたものか、配備先は東千歳駐屯地の第一電子隊のみでした。2003年、アメリカ軍は高次元の情報ネットワークを使用して情報を伝達、共有することにより、作戦上の意思決定を迅速化させ、戦力を効率的に使う目的とした、ネットワーク中心の戦い、ネットワークセントリック、ウォーフェア、NCW、という革新的軍事戦略を立ち上げました。それに対応して、防衛省内においても、遅まきながら、電子戦の重要性が高まってきたということかもしれません。このような経緯から NCW コンセプトに基づく C4I システムの整備と、それに伴う通信の質と、量の増大と重要性、加えて、敵の通信を監視、妨害する電子戦装備の重要性が認識されるようになりました。ニュースの開発がスタートしたのは、2010年、平成22年からですが、電子戦システムの損耗更新、及び、敵が発信する電波をより効率的に妨害するために何度も何度も試験を繰り返し、2019年から量産、配備が開始されていったのです。C4I システムとは、正式にはコマンド、コントロール、コミュニケーション、コンピューター、インテリジェンスというもので、指揮、統制、通信、コンピュータインテリジェンスとでも訳すべきでしょうか。従来の電子戦システムでは、電波収集と分析を担当するシステムと、敵の電波を妨害するシステムは、個別に開発されていましたが、ニュースでは、技術進歩によるシステムの小型化、搭載する車両の機動力の向上、開発ライフサイクルの短縮により、経費が低減されたことなどで、電波収集や分析機能と妨害機能が一体化されました。その他には、旧システムではできなかった、車両移動中の電波収集が、一部の電子戦装置以外でできるようになったのです。ニュースのシステム構成ですが、様々な周波数帯の、電波収集や妨害を行うための電子戦装置、それぞれの装置が集めた情報の、処理や分析をして、妨害を行う装置に指示を出す指揮統制装置、システム連結の統制を担当する電子戦統制装置などが合体して成立しています。陸上自衛隊の電子戦に関しては、一般的に電子攻撃、電子防護、電子戦支援という三本柱があります。電子攻撃は、相手の通信機器やレーダーから、発信される電波をジャミングして無効化することです。電子防護は、装備品をステルス化して、敵の探知を防ぐ、通信機器やレーダーが、電子攻撃を受けた際に、使用電磁波の周波数変更や出力を増やして、敵の電子攻撃を低減、または無効化することです。そして、電子戦支援は、敵の使う電磁波に関する、情報収集を意味するということです。ニュースの各電子装置は、上記の目的に合わせた多種多様なアンテナレドームが搭載されていて、異なる周波数の電波や発信源に対応しています。陸自での各装置の名称は、電子戦統制装置、電子戦装置 I 型、電子戦装置2型、電子戦装置3型、電子戦装置4型、A、電子戦装置4型、B となり、車載も移動も可能であるため、有事の際の生存性も高くなっているのです。電子戦について、世界でも先に進んでいるのは、ウクライナ侵攻中のロシア軍です。北方領土を含むクリール諸島、千島列島でも、上陸作戦への防御だけでなく、太平洋艦隊の太平洋進出と、戦略ミサイル原潜の活動海域であるオホーツク海を守るため、
強力な電子戦装置を展開して要塞化していると考えられるのです。ロシア軍は2008年、平成20年、被害を与えたというのは有名ですね。当時使用された電子戦装置オルラン10やレール3は北方領土にも配備されていると聞きますから、自衛隊としては対策を講じる必要があるでしょう。電子戦には強いはずのロシア軍ですが、この度のウクライナ侵攻では逆にウクライナ軍から電子攻撃を受けたため、ミサイルでの軍事移設攻撃が不十分だったり、無線傍受されたため、伏兵による甚大な被害を出したのです。その他にも、召喚級指揮官が次々と戦死しているという皮肉な事実があります。軍事評論家は、こういった事実について、2014年のクリミア侵攻があまりに簡単にできたため、ウクライナ軍を見くびっていたロシア軍の油断が原因と指摘。ウクライナ軍は2014年の失敗を分析した上で対策を講じていたと思われるという見解を示しています。今回のウクライナ侵攻では、ロシア軍が首都キーフに迫った部隊を撤退させるなど、ウクライナ軍の前線が伝えられていますが、ウクライナ軍の内部情報、部隊配置や指揮官名などは全く知らされることはありません。ロシア軍の電子戦への対応をどうやって堅固なものにしたか、日本もウクライナの情報を収集しておくことが必要だと思われます。